そう、今日っていうか、そうですね、今日もテスト勉強しているんですよ。そう、今休憩の間にショールームやっちゃおうと思ってショールーム始めました。頑張ってます。そう、そして、そう、ツイッターにね、今日ではないんですけど、ポムポムプリンくんカフェ、そう、前、ゆかるんさんと行った時の写真をね、そう、あゆも、歩いて有名で、ポムって読むじゃないですか。そう、BOG もポムポムあゆちゃんだったり、あとは、そう、そういうのもあって、プリンくんとのツーショット撮って載せたので、よかったら皆さん、見てください。そう、ポムポムコラボですね。そう、ポムポムコラボ。ポムポムコラボなので、ぜひぜひ見てください。コラボ コラボしてる姿を。どうしよう、この配信は30分過ぎぐらいまでやろうかなって思っているので、15分間だけなんですけど、見てください。見てね。で、今日雨降っているのでね、そう、千葉だけかわかんないけど、そう、でも多分どこもっていうか関東は降ってると思うんですけど、そうですね、雨降っているところの方は、そうですね、気をつけて、仕事とか学校と、学校はもう帰ってるか、学校の方は そうですね、外に出ている方は気をつけて帰ってください。そう、よくね、755とか、よくでもないけど、たまに755でね、TikTok やらないのってコメント来るんですけど、今のところやる予定はありません。そう、そうですね、ないでーす 始める予定はないです、全然ないので。そう、あゆはね、時々ツイッターにメンバーさんとの動画を載せてるので、そうですね、そういうのを見ていただけたらいいなって 思います。あとは、そうですね、今でも本当にいろんな SNS がね、本当にあるので、メールもそうだし、ツイッターもインスタグラムも755もあるので、ショールームももちろんそうですし、なので、なんだろう、ショールームも一応ね、できる限り毎日ね、そうやっているので、そうですね、ショールームも見ていただきたいですし、あとは本当に今あるものを一つ一つやっぱり大切にやっていきたいなって思ったので、なんだろう、増やしすぎても自分自身にも、ファンの皆さんもね、TikTok 撮ったりとか、そういう何が始めたら撮ったりしないといけない方も多分出てくると思うので、そうですね、本当にそうですね、携帯とかもきっと皆さん重くなってしまうと思うんですよ。そう、愛のためにいろんなゲームも、そういうステージファイターさんとか、そういうアイカブさんとか、いろんなゲームを撮ってくださってると思うので、そう、本当にそうですね、なので、そう、そういうのも考えた上で、とりあえず今ある SNS を大切にやって、
そうですね、やっていけたらいいなと思ったので、今のところはやる予定はないです。はい ないので、そう、本当に今はね、そうメールで、そうですね、2位というね、本当に素敵な順位を今いただいたので、今いただいてるので、そうですね、そちらも大切にしたいですし、そう、ツイッターとかもインスタとかも上げたら皆さんすごい喜んでくださりますし、一番でも本当に SNS 上でやり取りが一番できるのが755だと思っていて、755も絶対なるべくはたくさん返すようにしてたりしてるので、なんだろう、そう今あるものを大切にしていけたらいいなって思うので、そうですね、ちょっと待っててはない、申し訳ないんですけど、そうです、でも本当にそういう、そうです、今やってるものを見ていただけたら嬉しいなって思います。そうですね、うん、動いてる愛が見たいよって方もいると思うんですけれども、それは普通に動画を撮ってツイッターに載せるので、はい、ショールームもちょっと画質悪かったりするんですけど、ショールームもこうやってやってたりするのでそちらを見ていただけたらいいなって思います。イエーイこんなテンションです。今なんだろう、増やしすぎても本当にそう自分自身も大変になってしまうなとも思ったので、そうですね、はい、そんな感じなので、そんな感じですそう、そんな感じですですね、でもやっぱ一番動いてるところを見れるのは公園だと思うので、まあ今公園出てる公園そんなにないんですけれども動いてるところはね、やっぱ公園やってるところがいいよって言ってもらえるので、公園見ていただきたいです。はい、お願いしますお願いします。そして今月今月の9月24日は握手会でーす。イエーイ、幕張メッセです。皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。
ぜひぜひ皆さんお越しくださったら嬉しいです。センチメンタルトレインの握手会ですね。これは南部だったっけな、ちょっと待って調べますね。南部だったっけ、こちらはこちらはね、待って、あった、第5部の生写真サイン会です。はい、ぜひぜひ。皆さんお越しください。ボブです。まだ当日券とか使えるかわからないんですけど、はい、ぜひ会いに来てください。じゃあね、そろそろランキング発表をして終わりにしたいと思います。終わりにします。愛の連想サインが欲しいった方は来てくださったら嬉しいです。はい、じゃあね、13位、まゆみさん。これ合ってるよね、多分ランキング。ありがとうございます。12位、マサーキーさん、ありがとうございます。あ、11位ないですね。11位の方いないので、誰か書いてくださったら嬉しいです。10位リンタン、ありがとうございます。あ、待って、変わった、変わったね。はい、もう一回いきます。初めからいきます。13位ヨウちゃん、ありがとうございます。12位マサーキーさん、ありがとうございます。11位クラッピーさん、ありがとうございます。10位カンさん、ありがとうございます。9位はしゅんすけさん、ありがとうございます。8位はるかちゃん、ありがとうございます。7位たかたかたかしさん、ありがとうございます。6位りんたん、ありがとうございます。たはっくさん、ありがとうございます。4位くらあきさん、ありがとうございます。3位ヒデさん、ありがとうございます。2位カズサスガさん、ありがとうございます。1位クマさん、ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。ぜひまた見に来てください。声が枯れてきたので、そうですね、早く直します。直します。じゃあ755とかまだね、この後多分ちょっとだけ返信すると思うので、そう、親ゆうちゃん書くまでに何個か多分返信すると思うので、ぜひ皆さんコメントお待ちしてます。またね、バイバーイ。